にちは、みおじりでーす。今日は、今さっきメロンソーダを作ったばっかりなんだけど、もう一個ね、実は、また変なドキドキスライムみたいな名前のやつがあったので、せっかくだからもう作っちゃおうぜってことです。わかりましたか？これもまたまた失敗するんでしょうね。ま、作っていこう。今回こそは絶対に失敗させない。はい、ちゃんと最初から、はい、ちぎれました。で、何でしょうか。切り離します。トレーの横にある線まで水を入れます。ジュースの素をしっかり入れてフォークで混ぜます。とりあえずそこまで絶対にやろう。これに水を入れますね。はい、まず水。今回は水の量も完璧。これはもういけるわ。でジュースの素を入れる。最近だって気づいた、飼育菓子だって作ってんのめんどくさいもんね。ちょこっと言わないね。でこれをフォークで混ぜます。チャララン。順調じゃない？今回は。なんか浮いてんだけど、油？てか台風来とってめっちゃやばいっぽいよ。人生初一人暮らしで台風はちょっと樹里結構怖いんだよね。なんかさ、なんだっけ、雷とか怖がる女の子いるじゃん。可愛いなって思うけどさ、雷は結構好きなのね。なんか光と音がどのぐらい離れてたかとか。あれ？どっちが先だっけ？光と音。光が先なのか？あれ？あ、光が先か。わかんなくなっちゃったけど、光がさ、めっちゃピカッ、あ、やだろ、ナイス、ガーってなった後にさ、めっちゃ光ったなってなった時ってさ、その後さ、でっかい音がゴゴーンって来るわけじゃん。それがちょっとワクワクしちゃうね。あ、今の光はどのぐらいの音が返ってくるのかみたいな、なっちゃうけど。苦手な人はマジで苦手らしいね。作ったジュースを飲んで、これジュリは結構ね、飲むのは怖くないから。だけど、さすがに一人暮らしで怖いよね。怖いってか、なんか普通に何かあった時にどうすればいいんだろうっていう。均等に分けました。マジ順調。この後にソーダの素とマスカットの素を入れますね。え、みんなはどう？怖いのかな？ジリ雷は好きなんだけど、雷好きってあんまり良くないのかな、わかんないけど、雷は好きなんだよね。おへそ隠さないと。でもさ、ワンちゃんとか飼ってる人わかると思うけど、雷とかめっちゃ怯えるやん。かわいいよね、怯えてるところ。ごめんけど、かわいいよね。てか何しても可愛くない？愛犬とか。これ何、これ何入れたの？あわあわになってきた。てかさ、 iPad さ、なんでこんなに容量ないんだろうってずっと思ってたのに。そしたらさ、なんでかわかったよ。1時間とか2時間とかの、お、1時間とか2時間とかの動画大量にあった。そりゃさ、持たんよね、容量。どんだけ容量元からあっても。お、いいね。なんか、スライムの元まだ入れてないのになんか、ドロドロしてんの、なんで。え？こんなドロドロしてていいの？あ、でもねるねるねるねの匂いするんだけど、ふわふわソーダの素。あ、ふわふわなの？これドロドロなんだけど。なるほどね。あ、違うの？な、なに？いつにスライムになるの？もうこれスライムなの？スライムが変身、だって次の粉が変身の粉なの。スライムが変身するって書いてある。色が。スライムの色が変身するようだから。じゃあもうすでにスライムなんだ。合ってるんだ、なんかドロドロで。なんか変なの入れちゃったんかと思った。すごーい、楽しい。でもね、これ絶対美味しいの。わかるもん。わぁ、なんかドロドロしてるよ。美味しいやつじゃん、こういうのって。今は黄色と紫。粉の量で変わ、あ、もうヤドロ終わってる。粉の量で変わるんだって。もう iPad のデータ全部飛ばしてやろうと思って。めっちゃ飛ばしてる。これもう均等に入れちゃおう。なんかさ、ジュリのさ、癖なんだけどさ、癖っていうか、ジュリの性格なのかわかんないけどさ、全く知らない人がさ、聴いてる音楽とかも聴きたくなっちゃうんだよね。その人が好きな曲。なんかさ、よくさ、好きな人の好きな曲を聴くのが好きですみたいな人いるじゃん。じゃなくて、全く知らない人の好きな曲とか聴きたくなっちゃう。え、わかんないかな？なんか、あと、全く知らない人が食べてたものとかも食べたくなっちゃう。え、これ何の感情なんだろう？例えば、隣の席とかの人いるじゃん。全く名前も知らない人が、お昼にじゃあ、パンケーキを食べてましたと、コンビニの。そしたら、ジュリもこのパンケーキ食べたくなっちゃうし、好きじゃないのんだよ。好きだけど、全然。好んでわざわざ買わない？すごいんだけど。好んでわざわざ買わないのに、隣の人とかが例えば、なんだろう、チョコシューみたいな、なんか、お菓子のさ、シュークリームみたいな、あるの、カスカスしたやつ。あれとか食べてたら、なんか食べたくなっちゃうんだよ。不思議じゃない？すごい！すごいネバネバになった。だって見て、もう液体じゃなくなってるもん、固形やもん。すごい、楽しいこれ。めっちゃ真剣にかき混ぜてるけど。すごい、いただきます。うん、なんか苦い。
苦いぞ。こっちもマジ。いや、ほんとにさ、昨日さ、昨日かな？花粉がやばすぎて、マジで。インスタライブをさ、グループの子たちとしようと思ってたのにさ、できなくて、もう、息ができないみたいな状態。花粉なのかな、あれ。熱中症とかもいろいろある気がするんだけど、頭クラクラしてたし。もうなんか、最初花粉で、花粉なのかな？朝からくしゃみ止まんなくて、でも無理して喋ったりしてたの、人と会話をしようとして。でもくしゃみと鼻水がマジで止まんないみたいな。もう本当に、やばいくらい、マスク、くしゃみと鼻水止まんなくて、で、うわ、やばいな、今日って思ってたの。そしたら、もう完全に、夕方とか夜にかけてやばくなっちゃって、薬飲んでるのに全然効かなくて、で、なんかもう、なんか別に頭が痛いとかお腹が痛いとかだったらわかるけど、もう本当に言葉にしづらい体調の悪さ、もうなんかどうしようもなく体調が悪いみたいな。どこがどういう風に悪いのって言われたらわかんないけど、もうしんどい、起きてるだけでしんどいみたいな感じだったから、寝て寝ました。でも朝になったら治ってたけどね、結構ずっと治らなかったんで、ね、すごいネバネバになったよ。わっ、すごっ。うわもモンスターズインクみたいじゃない？トルコアイス食べたくなってきた。いただきまーす。お、ナイス。おいしい！こっちおいしい！でもスプーンで食べたいな。なんか、何の味だろうこれ。食べようとしても全部落ちるもん。え、これ、過去一成功かも。飼育合宿の中で。過去一おいしい。でも普通にさ、シンプルにねるねるねるにしたくなってきたけど。過去一で普通の味がする。普通のお菓子の味。まあ、全部は食べきらないから。てことで、大成功！あっさり終わっちゃった。大成功でした。よく頑張った。ちゃんと説明通り。珍しく。目がかゆくなってきちゃったから終わります。あっさり。以上、みやじりでした。エンディングまで、せーの！Face in your face.